LINE を読みますね。伊藤純也さんの件でね。ライドさんの質問、年配の YouTuber は誰への答えは、次の人々。小賀太平さん。懲役太郎さんね。花田、なんて読むんですかこれは。のり、なんとかさん。あと、JFA 幹部が2月15日に行われた、JFA 定例理事会においてこの問題が話し合われなかったことに怒り、今回の伊藤純也問題は日本作家史上最も大きなスキャンダルと言っても良い出来事である。それに対して一件も何も出ないこと自体、今の JFA の弱さを示しています。少なくとも日本の一般企業男女が女性に性加害を加えた疑惑が起こったらどうするのか、きっと二人同じ職場に入れなくなりますよね。伊藤についても期間を決めて謹慎させるなどと言って、ある一定期間の代表に呼ばないとなぜ JFA から言わないのかと言ったそう。これ僕も見ましたけど、これひどい話だなと思いますよね。なんで決めつけてんのって。推定無罪っていう言葉知らねえのかと思いますけど。同じ職場で男女が性加害にいた場合、同じ職場にいられなくなる、二人は同じ職場になる、いられなくなる、当たり前だろうって話ですけどね。伊藤純也と訴えてる A 子 B 子は同じ職場ではないですから。何を言ってんだろうって感じがしますよね。伊藤純也とその A 子 B 子っていうのはその大阪の1日しか会ってないんですからね。数時間しか会ってないんですから。伊藤純也さん、伊藤純也が会いたくて会ってるわけじゃないですよ。半ば押しかけられてるようなもんですからね。それで性加害とか言われて、あまりにも不憫でしょうがないですよ、伊藤純也。別な方、これいつもくれる方ですね。いつも情報提供する方。おはようございます。いつも配信楽しく拝見していた、させていただいております。新しい情報出て、いよいよ佳境になってきましたね。細かいかもですが、一応折原氏の X の間違いについてミスだと思われますが、あえて可能性も否定できないので、A 子ね、A 子のインスタグラムによると、あの写真はワンパーソン自由が丘で4月に撮ったやつで、5月8日のホテル港の写真と別なんですよね。なるほど、なるほど。折原さんが載っけたのは別なところなんだね。本来の写真があるわけね。本体とは関係なく細かいけど一応。あと、このインスタグラムの写真だけだと記憶あるんですけど、文章復活してますね。記憶違いだったらすいません。あ、そうなんだ。よくサウナで写真撮ってるんですね。この、A 子はね。だから、その写真を、まあ、X さんに撮ってもらった。ライさんおはようございます。昨日は動画4本配信ありがとうございます。まあ、昨日ね、伊藤純也の本人のインタビューっていうか、まあ、本人の言葉が出たんでね、やっぱり、思った以上に全然前向きなんで、それが良かったですよね。昨日は西脇さんが発信した記事をなぞるだけで、安全だけど面白くない内容の動画は大量生産だ。あ、そうなんだ。配信しているようでしたが、ライザさんはこの記事が出るまでの間も、毎日欠かさずご自身の考察を配信し続けてこられたという点で、これらの動画の配信者と一線を画していると思います。昨日のライザさんの配信で加藤弁護士の戦いも見守りたいという話があったと思いますが、サッカー選手の皆さんは、これほどのピンチさえチャンスに変えようとして、ますます人気者になろうとしている純也さんへの負け惜しみを言わないのに、弁護士の皆さんは、加藤弁護士の賢すぎて火の打ちどころがない戦い方へ、負け惜しみがひどくて見ていられないですね、お笑いと。これだから、加藤さんは、多分この手のに慣れてんだろうなって感じが。割と詐欺事件多いっすよね。こういうね、変わった詐欺事件多いから、戦い方、やり方を知ってんじゃないですか。テレビに出てる弁護士はそういう事件携わったことはまだないんじゃないですかね。ないんだと思いますよ。そういう特殊なやつを。楽なやつしかやったことないんじゃないですか。それから、昨日小川さんの配信を拝見しましたが、加藤弁護士が対談に応じてくださったおかげで、純也さんと女の子の間には本当に何もなかったということを小川さんもやっとご理解いただけたそうで、気持ちが少し晴れました。そうなんだ。昨日の小川さんと加藤弁護士の対談、昨年11月の二人の対談とは雰囲気がやや異なっているように感じました。なんていうか時の人となった加藤弁護士の前で小川さんがやや気遅れしているような様子を感じました。というかなんか、わかんない。僕見てないからなんとも言えない。今日もまた配信楽しみにしております。これからもよろしくお願いいたします。この伊藤純也さんの事件っていうのは、もう僕はもう終わりに近づいてきてるなって感覚あるんですよね。大体筋見えたじゃないですか。今日のフラッシュでももうほぼほぼ見えてるし、伊藤純也あんま関係ないんだなっていうところを、やっぱりね、金を持ってるスター選手、名前が
あると。名前がある人っていうのは、やっぱりちょっと脅すとお金払うっていうような見方されるんじゃないですか。特にその、なんていうか反射的な人間からするとね、表にそういう問題出したくねえだろう。だったらこれぐらいで片付けときや、みたいな感じの。なんかフラッシュによると関西弁のね、上下スウェットのね、オラオラ系のが、挑発のが出てきて、ここら辺で片付けるって来たんでしょ。親切にしておんのよ、そんな単なる態度はないや。どうなっても知れんべって、関西弁で言われたんでしょ。なんですかね、やっぱなんか、同活するのって大阪弁がやっぱりちょうどいいですかね。あんまりね、東北弁とかじゃいかないですよね。まあだから、こうなってくると、あとその後の処理ですよね。もう伊藤純也がまあ多分もう、ほぼほぼ、冤罪確定になってきてる。っていう中で僕の動画を見てる人たちはほぼほぼ伊藤純也が冤罪だったな、巻き込まれたなで意見一致するじゃないですか。でもそういうものさえ見てない人たちっていうんですかね、あまり情報を取らない人はまっちゃんと同じ目線で見てるじゃないですか。まあ松本さんでも怪しいんですけどね、あの話もね、文春の話もね、昨日の文春の話だと何の証拠もないっつって、文春がタムケンタイムもなかったと、客観的証拠は一個もないから警察に言ったところで何のあれにも相手にもされないっていうのは文春側も分かっててやってるって、何でもありだなと、カオスだなと思ったりするんですけど、だからそういう世間一般の週刊誌に煽られてるような人たちにいかにこの話は冤罪なんだよと、伊藤純也のね話がね広く周知されることなんじゃないのかなと。じゃないとなかなかね、今日のフラッシュにもあったけど代表復活難しいんですよね。何にもなくてもね、推定無罪が通用しないんですよ、日本は。じゃあどうしたらいいのかってなっちゃうと、一つは警察からね、刑事告訴の判決が出るってことですよね。まあ、不起訴になる。もしくは、虚偽告訴ですよね。女側の虚偽告訴が起訴されるとか。なんかそういうふうな、ある程度はっきりしたところが出るっていうのは一つなんですけど、やっぱり僕一番大きいのは、週刊新潮が謝罪広告を、謝罪文ですか、謝罪記事ですか、あれは嘘でしたというのを出すことが一番拡散されると思うんですよね。伊藤純也さんに迷惑かけました、すいませんでしたっていうのを出すことで、僕はもうこれって冤罪なんで、早めに週刊新潮出した方がいいんじゃないのかなって、なんかね、なんか自分らのメンツを伺ってんのかちょっと知りませんが、このままスルーでね、何事もなかったようにやり過ごすっていうことは僕はまずダメだと思ってるんですよ。ここまで世間を騒がしたんだから。だから早めに、この記事は嘘でした、どうもすいませんでしたっていうのを出すべきだと。加藤弁護士は、まあ相手にしてないじゃないですか。週刊新潮、どうせ A 子 B 子に騙されたんだって言ってるじゃないですか。で、週刊新潮はそれに乗っかって、私たちもガセネタを捕まされました、騙されましたっていうので僕はダメだと思うんですよね。これってどう考えても、A 子 B 子はそんな頭ないっすよ。そんなこと考えられるような、なんか能力ないっすよ。これどう考えてもこれガセネタじゃなくて、捏造記事なんですよ。週刊新潮の。多分僕が、これは想像ですよ。またイマジネーションなんですけど、刑事告訴したでしょ？刑事告訴したってことは、まあ、受理される前からもう、じゃあ記事を書こうと、記者と、A 子 B 子ら側の間で話決まったんでしょうね。A 子 B 子の相手が弱いんですよ。まあ、実際ないからそんなの話になんないわけですよ。そんなイマジネーションがあるような能力があるんであれば、多分 A 子 B 子はもっと売れてるんですよ。そういう頭があればね。ないからくすぶってんですよ、いい年までして。で、じゃあどうするのかって言って、やっぱり記者が考えて書くんですよね。捏造で。こうやった方が面白いだろうな、こうやったらいいだろうな、こうなった方がインパクトあるだろうなっていう、三笘と俺どっち派みたいなのも言ってないっすよ、そんな伊藤純也は。何、免税してて俺本番やったことあんだぜって言ってないっすよ、絶対。言ってないこと書いてんすよ。やってん。だから僕はあそこにある記事の8割は捏造と思ってんすよね。でも、週刊誌それで通じるんですよ。捏造で。だから YouTube よりも僕は立ち悪いと思いますよ。ガーシーはそれで、確かに逮捕され捕まってるんですよ。今、懲役5年とか求刑されるわけですよ。でも週刊誌はいくら捏造作ったところで逮捕者出ないんですよね。これは本当不公平だなと思いますけど、まあでもその法の立て付けについて今更ぶたれてもしょうがないんで、
早めにこれは謝罪記事を出してくれと。もう完全に嘘なんですから。だからここでためらう必要はないんですよ、週刊新潮は。次回号でも、すいませんでした。捏造でした。申し訳ございませんでした。伊藤淳也さんすいません。って言えば、代表復帰できるじゃないですか。A 子 B 子はもう積んでるんで、人生積んでるんで、ね、向こう側の弁護士だって何一つ出てこないので、終わってるんですよ。週刊新潮が折れるだけの話なんですよ。もうそこは早くしてほしいなと、切に願いますね。